両政国一覧北海道釧路国釧路国の範囲、釧路国は大法律領の国軍里政を踏襲し、母親戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。別称は釧路州。古期八道のうち北海道に含まれた。同等に位置し、領域は現在の釧路総合振興局及びと勝ち、 総合振興局管内にある阿諸楼郡の大半にあたるが、設置当初は現在のホーツク総合振興局管内の大空町、美幌町、津別町にあたる地域も含んでいた。ここでは、釧路国成立までについても記述する。鎌倉時代から室町時代にかけて釧路国域にも日の元と呼ばれる江戸がおり、江戸座汰色、絵像関連はこれを統括していた。江戸時代、 釧路国域には、正木藩によって薬場所とあっし場所が開かれ、正木藩家臣の治療地とされた。居場の状況については、北海道における二進漁師を藩の出先機関の機能も兼ね備えた運場屋では、ブイック政策として、御無社なども行われた。また、釧路とあっしには、北前船が寄港した。後の軍との相対は、下記の通りである。江戸時代以前から、 明治時代初頭の交通について、陸上交通は沿岸部沿いに都東国の函館から千島国方面に至る道の途上となっており、文化2年には、十勝国十勝軍大津から、釧路軍に至る道が開拓され、釧路軍からアッケシ軍については、完成11年から12年にかけて、釧路線を大取り士官キリの道を開拓、文化5年には、 函館武業の許可を受け、厚岸在住の市、庭金助が絵像を雇い、厚岸線を大取り士官約五里半を改作している。厚岸伊藤については、厚岸から、厚岸けし軍、微和瀬に至る七里十九町、微和瀬から、混戦国境を越え、根室国根室軍発、当時までの七里二十八町の道や、厚岸から演州別までの六里十八町、演州別から、厚岸け軍、 姉別まで五里六町の道のほか、あっけしから姉別館は、あっけしから、あっけし港を経て、べかんべう川を遡り、返還返流で上陸して、姉別に至る経路や、あっけし軍姉別から、混戦国境を越え根室国根室郡西別に至る、川船六里余りの経路もあった。このほか、文化五年から文化七年にかけて、知らぬか在勤のばくり、 大塚骨太郎によって、知らぬか氷所持から、阿寒軍や阿波尻軍を経て、釧路、北見国境を越え、北見国阿波尻軍の新栗里に至る46里の阿波尻越や共和元年八王子千人同心によって、川上軍二次別から、ュ周湖の東を通り北見国車利軍トンんだべク氏を結ぶ車利山道なども開作された。また、釧路国内の河川には、 半世時代から廃止地検までの間9カ所の都線場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、和人地や機内、千島国などとの間に北前船の航路が開かれ、釧路や厚岸などにも寄港していた。また、厚岸群姉別から、根室国根室郡根室まで海上をきゅうり余りの航路も開かれていた。江戸時代初期の漢文9年6月、 日高国域を中心に、エゾが武装放棄した、釈社員の戦いがあり、釧路国域でも和人が殺害された。元禄十四年になると、あけし場所から分離し、キータップ場所が開かれている。江戸時代中期の関炎四年には、釧路軍域内に、エゾによって、モシリや茶師が築造されている。関生四年には漂流民、大国や高大友と磯基地を伴い、 アダムラクスマンが通称を求め箱館、て、マへ向かう途中アッケ市に入港。江戸時代後期、釧路国域は東江戸地に属していた。国防のため、完成11年頭江戸地は、講義御領とされ、翌12年には、井上忠だたによる、沿岸部の測量と八王子千人同心、玄犯左正門以下50人の入地があり、今日は2年知らぬか場所が、 薬場所に吸収されている。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び抗議五領となり、仙台藩が厚岸に出張陣屋を築き敬語を担当した。開国直後の安政4年、現在の知らぬ課長に相当する地域では、串路丹田の開発が開始されている。安政6年の六藩分領以降も、大部分は天領のままであったが、 アッケ氏が仙台藩領となっていた。その他、釧路国域では、マシュウ温泉とメアカン温泉が古くから知られていたようである。寺院は、映像三漢寺の一つとして、文化元年に建立された国体寺が、アッケ氏郡アッケ氏町にある。神社は、モガミ内によって建立された、神明社を起源とするアッケ氏神社や釧路郡の五福島神社は、完成年間の創建。 知らぬ加郡の五福島神社は文化年間の創建、厚岸神流神社は安政四年の創建である。五福島神社の御主院は、釧路和幸宮五福島神社となっており、旧社格は剣社であった。以下の七軍で構成された。福山藩領は、1869年から1870年までは、兵部省領1872年の調査では、 人口1734人を数えた。ありがとうございます。